はい、皆さん、コンキーです。キースです。ということで、今日は陰キャラブコメやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。前回ですね、つがいさんのグッドエンド、見たので、今日はですね、つがいさんのバッドエンド、見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。グッドエンドでやった、選択肢の逆をやっていけば、バッドに行けるんじゃないかと思うので、逆ですね、前回やったのと。選択肢をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでですね、この暴露系 MeTuber 辞めてもいいか、辞めるべきか続けてもいいかですね。ここは、辞めるべきを選んでみましょう。さあ、変化あるのかね。本当に正直に言うと辞めてほしいかなと思ってます。言っちゃった。私は話を全部聞いて、それでもまだあんまり理解できない。人を燃やすことを生業にするのは、そうですか。あ、ショックなのかな。大丈夫かな、つがいさん。踏み入ったのは私なのにこんなこと言ってごめん。いえ、会場さんに言っていただける言葉の方がコメントよりも通知よりもずっと説得力がありますから。この話はここまでにしましょう。あれ、意外とダメージ食らってないのか。あ、むつの森行きますか。むつの神か。あ、でもさっき顔色が悪かったからお腹いっぱいなのか。この辺は同じ感じかな。どこで変わってくるかですね。いいですよ。ご飯食べちゃおっかな。ということで。あら、いい感じじゃん。あれ、意外とダメージ、ノーダメージなのか。あ、うん、今日もやらなければと。あ、バッドモーニングと高い人来ましたね。この辺も同じだね。ふう、俺はいつまで高い人をやればいいんだろうな。これもあったかな。今日の高い人はここまで。大丈夫かな。これバランス取れなくなっちゃうんじゃないの。さあ、どうでしょう。何気なくスマホ開き、 YouTube の通知を開く。ああ、コメント欄ね、荒れてると、まあ、本人はダメージ食らってないって強がってるけど、確実にね、ダメージ入ってるんですよね。そう、菅井さんのメンタルには実はね、大変だよな。俺への悪口ばかりが目に入ってしまうと。この辺も同じ感じかな。こうやって自分にね、言い聞かせてるんだけど、俺は。ふと喋ったダイレクトメッセージの通知に目を向けると、何何？誰かから DM 来てんの？あら、切り替わった。え、誰から来たんだろう。大々君来ましたね。この辺も同じかな？これ大々君が、つがいさんに結構ひどいこと言っちゃうんだよね。確か。悩んでるんだよね、いろいろ。なのにデリカシーのない大大君はいろいろ言っちゃうんですけどね。みんな見てるんだよね。そうそう、 MeTube ね。どの口が言ってるんですか、これだ。そうそう、コートさんって自分と違う考えの人をぶったたく攻撃的なおじさんを肯定して優勝して媚び打ってみんなを気持ちよくさせて金稼いでるだけじゃないですか。辛辣だな。あれ、こんなんあったっけ。ちょっと食らってる。いつか高い人は取り返しつかなくなる状況来るんじゃないですかね。意外と怖いこと言うな。ごめんなさい、今日は気分が悪いので帰ります。あ、少し黙れ。本当、だいだい空気読めよ。ということで、ここであれだよね、主人公と会うんだよね。ここで気持ち悪くなって帰っちゃったところでって感じなんですけど、どこで変わってくるのか、やっていきましょう。そう、このエレベーターで降りてくるんじゃなかったっけ。で、ここで、つがいさんと会うんだ。あ、来た、つがいさんね。だいぶダメージ食らってるんだけど。お、ぶつかっちゃった。では、いて。ということで。少し悩んでただけです。自分のこれからについて。そうですね、高人をやるのかどうか。主人公はね、やめた方がいいって言っちゃったからね。それがもしかしたら聞いてるのかな。高人の存在意義も僕のいる理由も。え、サークルにはいてくれ、頼む。はあ、あれ変わった。ここで主人公がさ、グッドエンドだと追いかけたんだよね、つがいさんのこと。で、いい感じになったんだけど、なってないぞ、これ。なんだ？冷たい雑居ビルの戸を押し開け、後にする。
部屋を出た時の気分の悪さが未だに残っているようで、併合感覚はまだ怪しい。え、これどこ、これこれ物質のある物質棟じゃないよな。入るその時まで救いに見えていた。その昭和の香りを色濃く残した武骨なビルは、今となっては取り壊した方がいいとさえ思う。え、何があったのこのビルで。二度とここには来たくない。あんなに高人をバカにされるなんて思わなかった。冷たいパイブ椅子に座らされて1時間待たされて謝罪もなくて、メッセージで呼ばれたから2冊目を発売できるかと思ったのに。ああ、出版社に来たのかな。なんか1冊本出したんだよね確か。でも全然売れなかったみたいな。お気持ち ご高説じじいのサンドバッグにされるなんて思いもしなかった。ああ、マジか。説教のような口ぶりで一方的に言葉をこちらに突き刺して、最後の最後に1冊目の売り上げが微妙だったから2冊目を出させない。ひどい。だからなんで呼んだんだ。一冊出してやっただけありがたく思うよ。炎上ミーチューバー風情が、といった態度が透けて見えた、あの編集者の横柄な態度。もうやめよう。思い出したくもない。やばいやばい、めちゃくちゃ食らってんじゃん、ダメージ。駅まで、一歩もう一歩、本当はすごく不快だから立ち止まってしまいたいけど、歩かなきゃあのビルから離れられない。俺はわからなくなっていた。高人を続けるべきなのか、やめるべきなのか。ああ、やばい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 。もうバランス感覚なくなってる。僕は会長さんと話すのが好きだ。お、やっぱ変わったね、ルートね。津貝さんの独白になってる。うん。俺は彼女のそういうところが好きだ。あら。あらあら。あ、もうこの時から好きだったんだ。だからずっと話していたい。もっと話してみたい。もっと考えを言語化して僕に話してほしい。依存してる？これもしかして。そして、僕は彼女に肯定されたい。え？俺を認めてもらいたい。ちょっとなんかちょっと、え、大丈夫これ。あれ歪んできてる？あ、なんだこれ。うわー、これあれじゃない、津貝さんの心の中ってことをぐちゃぐちゃになってる。そうして、あとはその後は。ちょっと考えすぎてる。あ、そういうとこあるよね、津貝さん。考えすぎ。高人、私はあんまり理解できない。人を燃やすことを生業にするなんて。あ、これ言いましたね。だからこそ会長さんのあの一言を何度心の中で捉え直したかわからない。やっぱり聞いてたんだ。どうすれば、どうすれば会長さんは俺を肯定してくれるんだろうか。考えても考えても全然わからなくて。思いついた行動はたった一つだった。なに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 ？なんかやばい気がする、これ。数字が足りないんだ。違う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 。ああ。いや、そうじゃないんだよな。なんか違う方向行っちゃってんな。まあ、一人で考えてるからな。いい方向行かないよな。誰かに相談した方がいいと思うけどね。もっと大きくならなければ。もっと有名にならなければ。たとえ俺がもっと汚くしても数字が出せれば有名であれば、編集者は横柄ではなかっただろうし、会長さんも見直してくれるだろうか。いやー、違うと思うんですけど、努力の方向性が。おそらくそうでは。ん？誰これ？え？ん？あ、もう一人の津貝さんかな？やばい、自分の中で会話してる、会議してる。自分会議してる、心の中で。でも俺はどうするのが正しいのか、それ以外の方法を思い浮かべることができなかった。僕は今まで一線を引いていたつもりだった。やばい、これ俺と僕が混同しちゃってる、もう。やばい。津貝さんが、やばい、メンタルが人格崩壊しちゃう、これ。自分の中では。取り扱う内容によっては、事実のみを知らせて過度に叩かないとか、死ねとかあまり強い言葉を使わないとか、マイルールがあったわけね。配信の中でも。何が平均内だ、何が俯瞰だ。何を交渉ぶる必要があるんだ。僕にだって低俗である権利がある。そんなルールもう捨てても、自分で勝手に持っていたルールを捨てた。いやいやいや、そこ大事だよね。バンされちゃうよそれ、ちゃんとルール守らないと。数字は増えていった。あー、過激なことを通じるようになっちゃったのか、数字のために。また罵倒も増えたけど、数字に比べれば些細なものだ。大丈夫か、もういいんだ。やべやべ、ちょっと待って、確実に病んできてるんだけど。津貝さん、バッと怖いな、これどうなるんだ。久々に部室に足を運ぶと大田くんがいた。あ、コートさんしてんね。津貝さんしてんだ。うわ、コートさんじゃないですか。今一番話を聞きたい話題の人来ちゃー。なになに、コロさん、コロさん、コロさん、ちょっと今回いくらなんでもやりすぎだと思います。いくらなんでもさすがの僕でも引きますよ。あ、どんどん過激なことしちゃってるからね。大田くん、何の話ですか。 あの喋った見ましたか。あのコートさんが動画にしてた歌い手のクリマさんいるじゃないですか。はん、はい、あの女性と複数関係を持った、あの、それがどうかしたんですか。それを取り上げたんだ。首吊って死んだらしいですよ。え、今トレンド入ってます。マジかよ。え、
やばい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 。おー、マジかよ。大体君が見せてくれた画面には大体のしゃべったのしゃべっと詳細画面が映し出されており、訃報となくなりましたの文字が真っ先に目についてやばい、はあ、ついにやばいやばい、人を死に追い込んでしまっているじゃないか。津貝さん亡くなった。うわあああああ、やばいよこれ。うおー、うわ、何も知らない主人公は平和だな。お前やばいことになってるぞ、津貝さんが。あ、部屋から出ていく津貝さん、再び激突してしまう。え、津貝さんの目は光を失っていた。コートさん、なんで書いちゃうんですか。よかったじゃないですか、炎上した結果がちゃんと出てくれて。おい、大大お前、お前本当に言っていいことと悪いことあんだろ。会長さん、すみません。心のない棒のような声色で謝罪すると、津貝さんはフラフラとエレベーターの方へと向かっていく。ちょっと待って、これ BGM と合ってないんだよな、これ今状況が。やたら明るいんだけど BGM がちょっと。ごめん、私今日はもう帰る。急いでエレベーターに乗り込む津貝さんを捕まえる。どうしたんですか、津貝さん。あ、泣いてた。ごめんなさい、今日はもう返してください。津貝さん、津貝さん、高くそびえ立っている津貝さんの背中が今日はすごく弱々しく見えた。やばい、大丈夫じゃないよこれ。これ支えてあげないとまずいって。え、家に帰り電気もつけず闇の中をうずくまってから、やばいぞこれ。あげたくなかったスマホなんか。あー、そこにはいつもの日じゃないくらい何本も何十本も何百本も何倍も何倍もの数の石が投げられていた。いつも以上に正義を語る人たちが俺に先傷を残しては立ち去っていく。いやー、まあね、人が死んじゃいましたからね、高人のせいで。普段関わりがあったはずで今回の外も一緒になって茶化していた炎上系アカウントたちも牙を向いて俺を叩いている。やばいやばいやばい、もうボコボコになってるぞ。トレンドは0と1で構成された悲鳴だらけ。高人は人殺し、違う、俺は殺してない。やばい、もう完全に顔がもう崩壊してる。高人は報いを受けて死んだ方がいい。違う、俺は報いを。高人は報いを受けるべきなのだ。あ、あー、津貝さん、壊れちゃってる。うわー、やばいやばいやばい。耐えられなくなってる。俺は、何もかも分からなくなっていた。最悪だ。いやー、さっきキスコさんの心配そうな顔を思い出しておかしくなったのかな。レスコでメッセージを送っていた。やばいぞこれ本当に。あ、帰ってから津貝さん、いや高人について調べて何が起きてどうして彼が叩かれてたのか理解できた。あ、見ちゃったんだ主人公も。こればかりは私でも声のかけようがない、わからない。レスコ来た、部室で話を聞いてほしいです。津貝さん、いやもう大大君の言う通りになっちゃったね。いつか取り返しのつかないことになるって。そこには津貝さんとも高人とも区別のつかない誰かが立っていた。怖い怖い怖い。誰？つがいです。え、どっち？もうどっちでもなくなっちゃったの？ぶっ壊れて。いや、高人。あ、あ、あ、いいですよ。どっちが話してくれても。会長さん、急にすみません。先ほどはごめんなさい。どうしたんですか？どうすればいいかわからなくなってしまいました。そりゃそうなるよな。高人を辞めたいと思っていたのに辞めたくないんです。でもとんでもないことをしてしまったから僕は。少ない方もわからないし。高人を辞めたら僕に何が残るんでしょうか。辞めたくないんですね。辞めたくないですけど怖い。これ以上傷つけたくないし、もう傷つきたくありません。それは炎上をさせた側のセリフじゃないっすよね。あ、意外ときついね。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。まあ、こんなことになると思わずにね、まあやってたんでしょうね。やっぱりね、人のね、良くないよね、傷つけるのは。
んない、どうすればいいか全然会長さんにしか言えないんです、こんな悩み。ごめんね、ちょっと言い過ぎました、辛かったっすよね。みんなに裏切られて悪口ばっかり言われたんだね。堀明も僕を叩いて、ああ尊敬してたのかな。堀明、俺の憧れの人でした。やっぱり堀明って津貝さんにとってすごく大事な人だったんですね。なんかね、一般教養で読んでるだけってね言ってたけど、そうなんだ。ひどいですよ、津貝さんはその人のこと大好きだったのに、その人津貝さんのことを助けてくれなかったんですね。すごくショックで、あ、もう津貝さんの高人さんがもうバラバラになってる、一緒くたで話してきてる。もうこれから何を信じれば何を目指せばいいのか、俺はもうわからない、精神崩壊してるわ。菅井さんとも高人とも区別のつかないおぼろげな二人は、大井の中からかろうじて言葉を紡ぐ。ねえ、菅井さん。大丈夫。大丈夫ですよ。あれ、優しいですよ。何が大丈夫なんですか。私がここにいるから。おお、これ本当にバット？え？会長さ。何？どなた？何？え、あ、え？何これ？どうしてる？ね、これ腹パン？津貝さん、私は抱きしめてんのか。あなたのためなら私は神様だって殺してみせるもの。おっとええ、そういう展開？救ってくれない神様なんていないに等しいですよね。この世界にあなたを救う神様はいなくても私がいますよ、高人さん。やばい、ちょっと待って、病んでる。主人公もそういえばやばいやつだったわ。あ、ダメダメ。だからさ、私たちこれからずっと一緒にいましょうよ。ね。怖い怖い怖い。主人公怖。ね、ピー入りました。何？お、あれ？やってるじゃん、また。高人レボリューションのお時間だ。本日はまず衝撃の発表。この高人にできた麗しい彼女をご紹介しよう。カップルミーチューバーになっちゃった。キースちゃんだ。これから高人レボリューションは高人&キースカップルチャンネルとして活動していくからお見逃しなく。いや、方向変えすぎだろ。これもこれで叩かれるだろ。よろしく。出てるし、ちゃっかりこいつ。新生高人レボリューションのチャンネル登録者数はどんどん減っていった。そりゃそうだろ。ただでさえ多かった低評価は増えていった。そりゃそうだろ。でもいいじゃないか、別に。そういうの嫌いな人たちのね、がファンだったからね。このカップルチャンネルとか大嫌いでしょうね、高人信者は。その代わりに俺は大きな幸せを手に入れたんだから。本当にいいのか、泣いてるぞ。その集落ぶりは掲示板やかつて親しかったはずの他の炎上アカウントがネタにしていた。でも俺はこれでよかったと思う。いいんか？だってもうこれで俺は何よりキスコといるときはすごく安心できるんだ。やばい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 。正義仕草で鋭利な言葉を向けてくる頭の悪いカスみたいな連中やアンチのことを考えずに頭の中をキズコさんでいっぱいにできるからすごく幸せなんだ。ちょっともうこれさ、もう洗脳されてない？キズコに。怖っ。もうこんなに幸せならいいじゃないか。もう何も考えなくなってる。もうさすがに今日は帰りますよ。やだ、キズコ帰っちゃやだ。ずっといてアンチが家に来るかも。やだ、今日誰かが俺のこと殺しに来たらどうすればいいの。ああ、ちょっともうキャラが崩壊しちゃってるじゃん。いやー、来ても私じゃ勝てないっすよ。キスコ隣にいたいと落ち着かない。ずっとキスコのこと考えていたいから。そう？これからもこれからも、ずっとずっとキスコが隣にいてくれたら幸せだ。それ本当の幸せかな、それって。これからも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 壊れてる！もう、津貝さん。津貝さんが壊れちゃったよ。いやー、何これ。終わりほど得ない。なんだこれ、得ない。
いや、怖。終了画面になってるじゃん。あ、つがいエンド。これがバッドエンドですかね。バン。え、怖。マジかよ。いやいや、もう、わけわかんない動画出してんじゃん、もうこれ。ぶっ壊れてんだけど、これ全部あれか。これキスコか。もうキスコの操り人形になっちゃってる。怖。マジかよ。あ、ちょっと戻るかも、一回。いやいや、怖い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 。怖い怖い怖い。嘘でしょ。あ、こんなえぐい感じのバットなんですね。いやー、マジかよ。怖い、インキャラブコメ。ちょっとこれ、グッドとバットの高低差ありすぎじゃない？ね。耳気になるよ、これ。いやー、怖ー。壊しちゃったよ。もしかしてあれなのかな？主人公のキスコは、オタク分からせたいって言ってたから、本当は壊したいんですかね？いや、怖っ。他の人もこんな感じでギャップあんのかな？すげえな。マジか。まあ、でも少子はグッドだと思って私はおります。はい。ということでね。いやー、こんな、展開の重めなんですね。なるほどね。ということで、ちょっと、つがいさん、これ幸せだったのかな？どうなんでしょうね。幸せじゃないと思うけど。まあ、グッドが少子ということで。じゃあ今日はね、終わりましょうかね。つがいさんバッドエンドを見れたので。はい。次はね、だいだいくん行こうと思うんで。よろしくお願いします。よかったらお付き合いください。ということで、主人公もめちゃくちゃなんかちょっと怖くなってきたな、操作するの。どうなるんでしょうね、これね。ま、次、大学行きましょう。ということで、皆様ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お待ちしてますので、ぜひよろしくお願いいたします。では皆様ご視聴ありがとうございました。お付きでした。失礼いたします。